んです。ちいちゃんです。やらぎチャンネル、イエーイ。久しぶり夫婦トーク。ちょんちょんちょん。15日ぶりだ。ね、夫婦トークはもう何週ぶりか分かれへんぐらいですけど。そうね。はい。確かに。うん、今ちょっとミュージカルの大阪公演で2週間行ってまして、で今戻ってきてるけどすぐ名古屋行って、でちょっと戻ってくるけどすぐ福岡行って、ずっとです。そんなさ長期間いないのが久々だから。そうね、あんまりなかったので、ちょっとこの2週間ワンオペ、絵葉岳事情聞かせていただこうかなと思ってますけども。いや、うん、あっという間だったし、うん、忙しくて、うん、マー君がいないから大変とか、うん、どころじゃなかったよ。あら、何、逆に、うん、パパいない寂しいとかみんなないぐらい忙しかった。寂しい、え？いっぱいいるから3人が2人になったら寂しいけど、うん、7人が6人になってもあんま変われへんか。騒がしいは騒がしくて、うん、まあでもパパいつ帰ってくるのとかはね、うたくんはずっと言ってたけどね。うたくんが結構パパパパ言ってたから。あ、そう、パパのことを気にしてたかな。とは言ってなかった、あんまり。とはちゃんはね、よく分かってなかった。あ、そうか、あんまり。まあ、おったらパパってなるけどな、うん、いるけど見えてないだけみたいな、うん、最近顔出してくれへんみたいな、そういう感じなのかもしれない。そうかもしれないね、もしかしたらね。いや、でもちょっとびっくりするよね。うたくあんなに一番叱ってんし、そう、一番は厳しいやん、うたに対して。ようパパ好きでおるよな、ずっと。いや、そうなんだよね、うん、愛情が伝わってるから。受け取ってくれてんやったらええけどな。多分5人兄弟の中でやったら多分厳しく一番言うてんのはうたが多い気がするのよね。まあでもよう出かけたよ。めっちゃ出かけてたな。いろんな人に言われたら、よう一人そんだけ連れて行けんなって。そうなんだよね、なんだろうね。遊ぼうの遊び回れ、なんかサイエンスショーみたいなの見に行って、スポッチャも行ったし、スポッチャも行ってたね。読売行ったし、読売ランド行ってたね。いや、すごいって。すごい、ね、2週間の間やで、すごいよ。なんか大丈夫かなと思ったけど、うん、全然もうお姉ちゃんたちいるから、うん、大丈夫だった。大丈夫だった。まず行こうと思うのもすごいしな、あんまり思われへんからみんな。全然大丈夫だった。いつ休んでんのって俺よく言われんねんけど、いつ休んでんの本当に。でもやっぱり寝てたよ、早く。ああ、ちゃんと、うん、体感はないの別に。体力全然あるね。あー疲れたみたいな、ぐったり してないんだけど、気力は落ちてないから、うん、体力あると思ってるけど、体はちゃんと疲れてるんだけど、ね、8時とかに寝落ちしてたってことか。寝落ちして、うん、もう気づいたら深夜とかで、うん、まだ寝るんだよ、そっから。まあ、で、なんなのそういうのがあってさ、心地いい疲れなの。うん、今日も一日頑張ったとか。そう、やっぱね、達成感的なのがある。あ、ほんならいいよね。みんながやっぱ喜んでくれると嬉しいし、うん、楽しかったって言うじゃん、うん。普通はさ、なんか休みの日ぐらいどっか連れてってよみたいなって、いやいや親が連れて行くみたいなパターンもあったりするんだけど、うん、その率先してさ、休みのためにポン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 、どこどこ行く、どこどこ行くって言う人ってなかなかおれへんし。本当に。いや、それ尊敬されるって言われるよ、やっぱりママさんから。うちの家族がなんかよく出かけてたからね、週末は。ちいちゃんがちっちゃい頃にね、うん、まあそれが楽しかったっていうのが一つあるのかもしれないな。だからそう、家族で出かけようと思うのかもね、もう。すごいわ、本当にびっくりします。雪の日があったわけ。あ、あったね。あ、大変だったよ。みたいやね。送り迎えで、うん、朝さ、マークいたりしてたから、うん、とわちゃん置いて。あ、そうね。ね、雨の日とかは、うわ、とわ一緒に行くと大変よな。大変だった、うん、とわちゃん初めて傘持って歩いたから、うん、もう進まないじゃん。そうなるわな。すまん、全然すまへんやろな。とわちゃん、歩いてっていうのにさ、ゆきも楽しいしな、ちょっとな。そう、うん、私はうたくんが遊びに夢中になって歩けないから、うん、そんなんだけど思うよね。とわちゃんがね、なんか進まない。すごい、ゼンマイで動く人形ぐらいの感じでズイーつって。そうか、まあでもなんだかんだで乗り越えて、うん、って言いつつもまだもう明後日もう行っちゃいますから。そうね、うん、でまた 2,3 週間おれへん、うん、で3日帰ってきてまた 2,3 週間おれへん。そう、
でもなんだかんだ言ってあれやったね、そのテレビ電話用したりとかさしてたやん。なんかんだ連絡をすごい取ってて、うん、LINE めっちゃしてたな、ずっとちーちゃんと。そうで、夜はマークのインスタライブを見てたからあんまだからこの時代やからそんなにめちゃめちゃ離れてる感じにも思わない、ね、そうだから、うん、会えなくて寂しいとかもあんまりか、うん、ね、感じなくなってるかもね、昔よりね、うん、そうね、そうか。いや、もうお疲れ様ですけど、うん、まだまだ続きますけど、そうですね、3月末までずっと、はい、はい、で4月1日からまた別の作品入りますんで、私いやでも海外赴任の人とか大変だね、何ヶ月も帰ってこない、そういうことやな、でもそれが慣れちゃうんだろうね、人間はね、面白いもんで、なんだかんだ、だって俺が海外赴任になってもちいちゃんなんだかんだやってると思う。いやまあそうなったらなんだかんだね、やるんだけど、ね、腹くぐってな、それは いたらやっぱね、うん、いいよね、まあ、でもいたらいいって思ってくれてんやったらいいわ、うん、そりゃそうよ、ありがとうございます、よかった、そうです、前なんて昔なんて全然俺戦力にもなってなかったね。いやそうやん、だってお、まあ、ワンオペもワンオペでずっとあっちから仕事でなるほどね、そこ助かります。これマーク帰ってきてから頼もうと。ああ、そうだ、あんねんな。だって確かに。うん、ね、ずっと、まあ僕がね、自分でね、発達障害じゃねえかって自分でね、よくインスタライブで言ってたわけ。うん、自分のちっちゃい頃からの行動見ても、もう完全に人にもアスペルガーっぽいって言われたことあるし、でいろいろと、まあ別に調べはしてないけど、多分そうなんだろうなみたいなことで、この間その育児心理の先生みたいなのにお話聞きましたよ。がっつり自閉スペクトラムと ADHD でした、うん、がっつりがっつりです、はい、はい、もうやっぱりエピソード喋ったら、うん、あ、それ全部 自閉スペクトラムの症状です、うん、な、やっぱりやった、うん、で別にそれ言って、あ、だからか、そうか、落ち着くとか、うん、生きやすいとかじゃなしにもう分かってるから、うん、じゃあその中でどうやって生きていこうしか考えてないから、そうだよねっていうね、まあ腑に落ちることが多かった、うん、やっぱそうだったんだねぐらいの感じで、うん、で話聞いたらもう先天性なんだってね、遺伝がむちゃくちゃ大半だと、突然変異でなる人もおるし、だってスタートがあるわけやから、うん、絶対にだ、覚醒遺伝とかもあんのかな、うん、わかんないけど、だから、あ、そうなんだ、でもそれがいろんなパターンがあるから、うん、聞いたら、うん、もうだって知らんかったもんね、自閉症とアスペルガーって今一緒になってて症状が似てる、それが自閉スペクトラムになってたりとか、ちょっと難しいよね、難しいね、まだちょっとよく分かってないけど、なんか細かいのがいっぱいあるから、でも俺もなんか自分で調べてみて、なるほどみたいな、でちっちゃい子でもさ、やっぱり人と違う行動をすることもあって、で自分も友達に感じたり自分にも感じたりとか、どっかで気づいたりとかして、あれ、なんか自分人に悪いことしてないのに、なんか好かれへんなとか、もうだから空気読めないとかが一番そうなのよね、もうこれはでも仕方ないことがあって、周りも自分も認識したらなんとかなるというか、生き方変えれるから、そうだから今になって俺別にめちゃくちゃ生きやすいのね、そうやっぱ周りの理解があるとないとね、やっぱ全然違うな、違うよね、その例えば ADHD だからこういうところはある、それって周りから見えにくいからさ、うん、やっぱり人に言っても伝われへんやん、うん、症状もみんな知らんし、うん、でいろんな症状がバラバラにあるから、その人がどの症状なんかって分からへんから、だから俺は最初に言うねんけど、俺すげえ空気読まれへんかも分からへんし、めっちゃグイグイ言っちゃうかもしんないし、だからしんどかったら言ってくれてええし、へこみもせえへんし、うん、大丈夫、俺こういうやつやからごめんねっつって、すごいよね、うん、明るいそう明るい、明るく病って思われるやん、発達障害も障害ってついてるとすっごい重く感じるやん、うん、俺結構障害者の人といろいろ話したりとかしてて、でならやっぱり障害っていう言葉でみんなが一個引いちゃうみたいな、うん、そうね、だからあえて見えない人は隠す人も多かったですよね、うん、でも僕はどうやらそうらしく、うん、OK です全然楽しく生きてるんで、うん、すごい努力もしたんだろうけどね、まあ分からんかったからな、だから、うん、ちっちゃい頃になんでこれみんな弾いてんやろとか、うん、ん、何今空気おかしいなとか、え、悪いことしてないのにすごい俺が悪者になってるなとか、悪気ないのに、う
周りが引くっていう、うん、引いてるのは分かるんだよね、うんうん、でも言ってたね、そのいろんな、症状があるんだけど、その抽象的な認識ができない、うん、だからきっちりしなさいって言ったらきっちりって何か分からないみたいな、面白いなと思うよね人間って。だから料理も難しいのかな、ちょうどいい感じで焼いてみたいな。あ、そう、それ絶対分からんと思う。分からんよね、多分ちょうどいい感じで、いい感じのところでそれ、そう言うたらさ、ちっちゃい頃に焼肉とかやっててさ、これもういけるとかね、親に聞いてて、もうある程度の時からさ、お父さんがさ、うん、自分で考えてくれよそんなのって言って、うん、言われた時があって、自分で考えてて、これあんのちゃうの、そういうなんかルールみたいなのがと思って、それ言われるのは分かれへんねんけどとか思った時があってな。そうか、うん、まあでも知識とともにちょっとずつそれが減ってきたから、うん、だから知識を持ったら変わってけんだなみたいな、そう思ってきたな。今まで自己診断でなんかネットでやってみたりしたけどね。そう、でも言われるわけよ結局さ、うん、医者が診断しないとそれ本当に診断されたんですかとか言う人が出てくるやん、うん、言ってくる人が結構おるわけよ、あの SNS とかで、うん、調べて決まったら相手も納得するって、うん、それも意味わからんの俺は、あのこの、ね、SNS 文化。まあでもね、有識者がちゃんと言ったならばっていうことだよね。そうなんやろな。いやまあだからなんだかんだですね、私はさらに生きやすくなったと。これであのすっきり、いらんことを言われた時に、いや言われましたから相談に行きましたからですね。いらんこと言う人に対してだけ言い返せる素材だけできたんで、それだけでいいですね。あの全然関係ないですけど、あの2週間ぶりに自分のこの部屋帰ってきたんですよ。一応僕こう自分の仕事部屋にしてるんですけど、お菓子もいっぱい落ちてて靴下いっぱい落ちてて、で靴下は音ちゃんじゃない、分かんない、靴下は絶対音ちゃんだわ、ほんまクシュってなってた、クシュってなってた、あー絶対音ちゃんほんでこの布団ギャーってなって、いや本当に曲がってるよねなんか何してたのよ本当に、なんか友達と宿題してたとか言ってな。今年大学2年生になる女子です。去年の夏から仲良くなった A ちゃんがいて、後期も授業を一緒に受けたりバイト先を一緒にするぐらい仲を深めて過ごしてました。でもいつの日からか私が苦手意識を持ってしまい、それも遊びに誘っても彼氏君優先という感じで、プライベートと恋愛で分けている私からするとちょっと理解しにくい状況でした。そしてバイトの後やはり疲れが出たりで、私がすごく不機嫌に見えたり、勤務中に言ったことが上から目線に聞こえたなど最近伝えられました。しまいには性格が私たち合わないからというこの言葉を強調されているため、今後どう関わっていけばいいのか分かりません。なるほど、うん、俺はその A ちゃんめっちゃ素直やなと思う、うん、あんま言いにくいことを言うわけやんか、ためずに、うんうん、それって多分親友とか心開いてる人しかできないじゃん、気使うから普通はいいと思うんだけど、この人的にはどうしたらいいのかと、相手に対してこの人がどう思ってるかかなと思うけどね。そう言われた時にすぐ言った方がいいよね、うん、そういうつもりなかったけど疲れて顔ね、そういう顔になっちゃったからごめんねとか、うん、でも19歳ぐらいやろ、うん、よくあるねんけど、昔もあったけど、えすっごい不機嫌に見えんねんけどって言われて、えそんな気ないねんけどっていうぶつかり方、うん、そのね言い方だよね、そう言い方ね、19歳ぐらいは特にね、これよくあると思う。言われてるかもって言えばいいかもね。ちいちゃんうまそうやな、そこら辺の言い方。でも大学2年生やろ、うん、これから。俺は、なんかこんなちゃんと言ってくれる子は、この文面だけ見ると、いいと思うけどな。その子って そんな素直に生きてる子、そばそばしてるじゃん。この感じで言うと、今後どう関わっていけばいいのかっていうのは、僕から言う結論は、相手が思ったもっと全部言って、その時にあかんダメなことは直すし、私も言っていい、うん、でいいと思う。そう、多分本当にバイトで疲れた時そういう言い方になっちゃってるから、うん、自分も直さないといけないし、うん、ね、うん、そうね、うん、そういうこと。まあ彼氏優先するというのは人によって違うからさ、
友達優先と彼氏優先か。尊重し合ったらいいと思うし、うん、その同じ価値観同士じゃないと友達になれないわけじゃないから、うん、ないもんね。よくあるやん、彼氏ができて彼氏は友達と飲みに行くのとか友達と遊ぶの好きすぎて、うんうん、私はずっといつでも会いたいのに。結構男の子はあの男チーム好きだよね。好き、遊ぶのね、地元の男同士とかで、うんうんうん、でそこに例えば女の子も一緒に飲むとかなったら、うん、彼女もヒーッとなる。私は全然平気なんだよな。私は私で遊んじゃうから。そうやねんな。そうなのよ。だから俺が結構自由にしててもさ、うまいこと言ったんだって。なんで私と遊んでくれないとかならないよ。ならへんし、うん、飯食おうよって会ってご飯食べに行った時に先輩から電話かかってきて、若手の時ごめん行くわって言ったこと何回もあるもんね。仕事も打ち合わせも先輩から誘われたもん。残念だけどね、うん、よう耐えたねあれ。まあまあ仕方ないって思うしかないもんね。嫌なれへんかったの。もうこんなの嫌、うん、こんなの嫌って、うん、ならんわ。そんなんでならんわ。まあたくましくなったよ。たくましくなりました。結婚してからまたずっとおれへんかった。そこから寄り添うようになって今ちょっとずつこう近づいていってますもんね。矢田さん、矢田さん近づいていってますよね。ちょっとカバーするようになってますから、ね、まさかのね。なると思ってなかったでしょ。なると思ってなかったよ本当に。成長するとか思ってなかった、ね。まあだから言ったらこの子は大事にするのがいいと思うよ。一回仲良くなったっていう人は、俺は結構ねよっぽどのことがない限りバチンって切ることはないんだよね。そう、なんかまあ自分も変えつつ、その子にはそうこういう付き合い方をしてっていう感じだよね、いろんな友達と、うんうんうん、そうね、うん、こういう人もおるんだな、じゃあこういう人にはどう対応しようっていう分かっていって、その人の対処法をそれぞれに作っていったらいいような気がするから、うん、ということで仲良くしてください。せっかく大学入って仲良くなってバイトも一緒にするぐらいなんだったら、ということで、私、DM を開放しておりますので、X、インスタ、クラブハウス、スレッズ、とスカイブルー。スカイブルー？ブルースカイやったっけ？何それ。え？知らんの？新しいやつ。あ、やってない。やっておりますので、よかったら皆さんね、ここで悩みとかトークテーマとか、聞きたいこと書いていただけたら、ここで紹介していこうと思います。ということでまた見てください。さよなら。皆さん最後までご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。